ったんで、まずここ突破できてよかったなって思います。ハマカップに出ることそう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 、まあ、まあ目標にしてたな。前回の予選は予選落ちだったんですけども、今回は本当に意気込みは誰よりも強く挑んでいきました。まあ、去年の、あの世界2位っていうのがあるので、もうサマーで弾みをつけてワールドカップも1位取りちゃいたいなと思ってます。思います。チームワークをね、徹底してイエス、より濃く、より強くなれるように個々のスキルも上げて頑張っていきたいと思います。いっぱい練習試合してください。いやいやいや、誰に言うとんねん。誰も聞いとらん。やっぱりこれまですごい春の大会とか、これまでの夏の予選も含めてすごいいいとこまでして勝てないって悔しい思いしてきたんで、で今回はもう最善の準備をみんなでしてきた、これたかなと思うんで自信はたくさんありました。で純粋にやっぱ初めて優勝っていうことできたんで、すごい嬉しかったですし、まだこれから、はい、あるんで頑張っていきたい。春大会は自分たち予選は全部参加したんですけど、結局全て敗退してしまって本戦に行くことができなかったんで、本当に悔しい思いして、で夏始まる前もずっとこのために準備してきたんで、夏はさらにそれに磨きをかけて本戦でいいプレーを見せて優勝できるようにします。よろしくお願いします。